世界陸上競技選手権大会は、期数年8から9月に9から10日間開催される、陸上競技で、世界最高峰の大会である。通称よりく、世界陸上、世界選手権。1980年モスクワオリンピックの、西側諸国のボイコット問題を機に新設され、1983年に、ヘルシンキで、第一回大会を開催した。当初は、 夏季オリンピック前年に4年ごとに開催されていたが、1991年、東京大会以降は、夏季オリンピック前年と翌年の2年ごとに開催されている。当初は、ヨーロッパ地域での開催が多かったが2005年、ヘルシンキ大会以降現時点では、アジアとヨーロッパの交互開催となることが2019年まで決定している。世界選手権は、選手にとって、 オリンピックに並ぶ価値を持ち、数々の名勝負を演出してきた。オリンピックよりも、世界記録や参加する国と地域の総数が多く、歴史は浅いが、陸上競技では最高峰の大会である。実施競技についてはこれまで次のように変化している。このほか当時オリンピックで行われなかった種目についての、世界選手権として、以下の2大会3種目が、 IAAF から認められている。1983年のヘルシンキ大会から2013年のモスクワ大会まで14回の大会で、通算632の競技が行われ、合計1901個のメダルが授与されている。そのうち、アメリカ合衆国選手団は国別で最多となる301個の、 メダルを獲得し、金メダル数では138個で他国を圧倒している。メダル獲得総数、金メダル数とも2位は、ロシア連邦で、男子長距離走で有力な選手を多く揃えるケニアが、金メダル数で3位となっている。また、今までに96の国や地域の選手がメダルを獲得し、そのうち64の国や地域では、金メダルを獲得している。 全体の国別メダル獲得数は以下の通りである。文字通り世界一の陸上競技選手を決する大会であるが、かつてのオリンピックのように各国の陸上競技連盟の推薦のみで選手出場を無条件に認めてしまうと参加選定数が激増し、大会が肥大化して宿泊施設、食事の供給、選手の移動、 競技の長時間化など様々な面で支障が発生する。そのため、開催年ごとに、各種目ごとに、AB2 段階参加標準記録が設定されており、この標準記録を突破した選手のみに参加資格が与えられるという一種の足切りが行われている。ただし、遠征費用などの都合からこれ以外にも、派遣設定記録など個別に派遣条件を課している。 国もあり、たとえ標準記録を突破していても、自国から大会参加が認められるとは限らない。参加資格は大きく分けて以下に対別できる。A 標準記録突破者もしくは B 標準記録突破者、各個人種目のエリアチャンピオン開催国枠特別出場枠中期、第15回世界陸上競技選手権から参加標準記録 A、B の区分は廃止された。 太字で記載されている記録は世界記録も兼ねている記録。1997年より日本の TBS が IAF のオフィシャルブロードキャスターとなっている。この大会以後日本国内の民放では地上波衛星を通して TBS 系列の独占放送となっている。TBS が放映権を取得後は22年間12大会に渡りを出有事。 中井美穂が進行役を務めている。なお、日本においては、第1回の1983年は、テレビ朝日、第2回の1987年、第5回の1995年までは日本テレビ放送もが、放映権を得ており、特に、東京開催となった第3回1991年、大会は、ホストブロードキャスターを担当した。アメリカでは、 NBC Universal, ヨーロッパでは、欧州放送連合加盟各局、韓国では、KBS、中国では CCTV がそれぞれ放送を行っている。デッツワールドチャンピオンシップスオレゴン2022。ww.org.2020 w w 年6月28日閲覧。 到着などの理由により、重要メダル数は、金メダル六百三十二個、銀メダル六百三十八個、銅メダル六百三十一個とばらつきがある。九百八十三から二千九メダルスタティスティックス二千十一メダルテーブル二千十三メダルテーブル九百九十二年のバルセロナオリンピックまでは、参加標準記録は設けられていたものの、標準記録を突破していなくても、 各種目に1名は出場可能という規定があった。現在は本大会同様 A と B のどちらかの参加標準記録突破が必要で全種目で突破者がいない国は特例として全種目を通じて男女1名ずつの出場が認められる。コンペティションズエントリースタンダーズハット、コンペティションズエントリースタンダーズ2017ハッ コンペティションズエントリースタンダーズ IAAF ワールドチャンピオンシップスロンドンオーガスト2017 PDF ハット IAAF ワールドチャンピオンシップスロンドン2017クオリフィケーションシステムエントリースタンダーズ PDF 2015年第15回大会から4人エントリー3人出場2007年第11回大会から2人以上出場する場合の規定が変更になりそれ以前は B 標準突破者を出場させる場合には、その1名のみで A 標準記録突破者と混ぜることは、できなかった。2013年第14回大会から男女、いずれか片方のみ2013年第14回大会から、追加、IAF ニュース2011年11月9日、ニュークオリフィケーションシステムイントロデュースドフォー、IAF ワールドチャンピオンシップス第15回世界。 陸上競技選手権参加標準記録、派遣設定記録、PDF 陸連時法。ディベロップメントアスリート専任コーチ会議報告2013年、モスクワ世界選手権からの変更点、PDF ハット i a f 東京、ブロードキャスティングシステムエクステンドパートナーシップ、IAF2012 年4月6日閲覧、TBS チャンネル、2015年からは、 TBS チャンネルに BSTBS BS を含む。BSCS は翌日日中のディレイ放送が主。TBS ニュースバードでの放送実績はない。このため告知スポットでも必ず TBS 系列独占放送との告知が表示されている。また TBS ラジオは女子マラソンを中心に中継を行っている。ありがとうございます。